ブライアン・ヘッド・ウェルチブライアン・フィリップ・ウェルチはヘッドの芸名で知られているアメリカ合衆国のギタリスト・コーンのメンバーの一人。またソロプロジェクトであるラブデスのメンバーでもある。ベーカーズ・フィールド生まれ。学校ではいじめられっ子で音楽とオジー・オズ・ボーンが大好きな子供だった。両親は長時間労働の共働きで父親は怒りっぽく酒飲みだった。10歳の時。 クイーンとテッド・ニュージェントを通して音楽と出会い AC、DC に夢中になりギターを習い始めた。ボーカルのドラッグ中毒により解散した LAPD のジェームズ、マンキー・シェイファー、フィーン・イルディ、デイビッド・シルベリアラに誘われ、彼らとクリープを結成後、ジョナサン・デイビスをボーカルに加え、コーン結成。コーンは印税2500万ドルを稼ぐ人気バンドになり、 ブライアンの独特なギターサウンドは高音成功の一翼を担った。音楽で億万長者となっただけでなく、ブライアンは不動産業でも手腕を発揮して財産を築いた。一方で関係者以外との交流もなく、会場から会場へと移動するだけのツアー続きの疲れから薬物依存となり、私生活も破綻していった。父と祖父同様アルコール中毒にもなっていた。 妻もドラッグ中毒で、娘を置いて失踪したため、離婚して、娘の親権を取り、シングルファーザーとなる。ある時、幼い娘が、コーンのヒット曲、ADI、DAS を頭を振りながら歌っているのを見て自生し、パーティーに明け暮れ、酒やドラッグ、セックスや汚い言葉にまみれた環境を変えたいと思い、ビジネスパートナーである生まれ故郷の不動産業者から、紹介された。 キリスト教信仰団体バレーバイブルフェローシップ、教会に通い始め、神聖クリスチャンになることを決意、2005年に高音脱退を発表し、教会信者と共にイスラエルへ行き、ヨルダン川で受選した。メタルスターのこの突然の転向は世間を驚かせ、MTV は受選の儀式に同行して報じ、教会は影響された若い信者の獲得に成功した。ジョナサン・デイビスからは、 洗脳されていると言われ、ファンからも変人視された。2007年に、それまでの人生と信仰告白を綴った、自伝、セーブメフロムマイセルフを出版し、ベストセラーになる。クリスチャンロックのレーベルから、同名のアルバムも出したが、ライブに数千人を集める、コーン時代とは桁違いに少ない聴衆の前で、演奏することに悩みもあり、コーン再加入の話を受けて2012年から、 ゲスト出演するようになり、2013年に復帰した。コーンを脱退してから再加入するまで8年間について綴った本、With My Eyes Wide Open を2016年に出版し、自称行為を繰り返し SNS に、夢中な10代の娘を育てる難しさや、破産、裁判沙汰、ソロ活動として結成したバンド、Love and d e の商業的失敗などについて明らかにした。 ありがとうございます。